少し休憩するか。そういえば少しばかり腹が空いたな。夕食までにはまだ時間があるか。そう考えたらますます腹が空いてきたな。よし、何か食べ物は、すぐに食べられそうなものが何もない。食料そのものは山と積んであるんだが、これはそのままじゃ食えんしな。しかし見事なほど何もないな。少しは食えそうなものが置いてやってもいいんじゃないのか。アニジャか、何してるんだ。いや、腹が減ったんで何かないかと思ったんだがな、どうやら無駄足だったみたいだ。なんだ、アニジャもつまみ食いか。つまみ食いとは人聞きの悪。もだと甘いな、アニジャ。あのエルルがすぐ見つけられる場所に置いておくとでも思ってるのか。目当てのものはここに。隠し扉って、なんで隠し扉なんかがあってそこに隠してある。お、菓子があった。アニジャも食うだろ。甘酸っぱくて、なんていうか変わった味だな。ああ、だが結構いける。この足音、隠れろアニジャ。おい、何を。急げ。一体何が。エルルってよく考えたら、なんで隠れなければならない。ああ、またつまみ食いされてる。せっかく場所を変えたのに。あれ傷んでたから捨てるつもりだったのに。あんなの食べてお腹壊さなければいいけど。おぼろ、やけに酸っぱいと思ったら、あれ傷んでたそうだぞ。ぐっ、うえっ、あ、兄ちゃん、この腹部に走る痛みはまさか。うえっ、いかん、川屋だ。すまんな、おぼろ。先に失礼するぞ。待った、俺の方が少し早かった。こんな時に心よく譲るのが弟分というものだろう。兄者こそ、こんな時は兄者としての威厳と貫禄を見せるべきじゃないのか。兄者は専用のがあるだろうに。あんな金銀輝くだだっ広い薬師味な川屋、とっくに潰したわ。いくら兄者でも譲れんぞ。ならば見事この私の屍を乗り越えていくがいい。やめよう。今少しでも気張ったら落ちる。お父さん。いかん、あれはおぼろ防壁。おぼろ、お前の尊い犠牲
生涯忘れないぞ。こんなことをしている場合では。ん？さて、今日はどうするかな。